がとうございました。もうな宝千円よりもなおなありがたいね。お金なんか残さんけどね、もうほんまにな、ありがとうって涙が出る。よかったね、私が辛抱したおかげや。何をほんま、父はもう仕事と厳格な人ですので厳しい方でした。人生の最終章に入ったと思うんですけれども、そこでこのような長生き、精神的に安らかに長生きしてほしいなと思うんですが。